ねえ、これでもらってこなかったらどうしよう。タコさん食べちゃうもんね。タコさん、タコさん食べちゃうよ、また。もう食べ終わっちゃうんですけど。止まってる？ということで、またエラマタ3つ食べてきて。でも ちょっとループ戻っても、あの、え、ねえ、どういうこと？もう知らないよ、もう。もらった？もらった？よかった。もうなんやねん、本当に。みんな、みんな生きているんだ、友達なんだ。いや、頭大丈夫そうっていう感じだね。まあ、よかった、みんな。ねえ、みんな聞いて。もうみんながさ、ループしてる、ループしてる、わらわらとか言ってる間に私もう食べ終わっちゃうんだけど、これ。ということで、あとね、ほんと2口くらい。ブロッコリー、またループ。え？あと枝豆3粒だけ残ってます。もらった？ということで、最後の一口枝豆3粒を食べていきたいと思いますけど、ループしないでくださいね、本当に。待って、眠り取れない。あ、枝豆3粒食べていきたいと思います。ごちそうさまでした。イエーイ。何度目の枝豆三粒か。お腹いっぱい。え、ループ体験したことないんだけど、どういうこと？待って、なんか腹筋するポーズになっちゃったんで、腹筋を一回したいと思います。あー、危ない。ガチでやべ。もう斉藤キャラ大丈夫そう？あれ、携帯落ちちゃった。あ、びっくりした。危ない危ない危ない。本当にやめてくれ。やっぱ腹筋はやめます。よし、お腹が膨れました。うん、よかった、本当に。よし、お腹いっぱいになりましたよ。お腹いっぱい。もう今日はね、もうずっと食べたかったんですよね、ご飯を。やっと食べれました。やった、いい、よかったです、本当に。
もうごめんなさい、あの今来た方もうよって4600人もありがとうございます。あのこれめっちゃ裸眼です、ごめんなさい。こっちはカラコン、いつもの立ち上げ斉藤キアラです。あれ斉藤んキアラですってなっちゃうんですけど、ちょっとこっちだけ見ていただいて本当にごめんなさい。いい、ちょっともう一回ちょっと目薬タイム。いい、あごめんなさいごめんなさいごめんなさい、マジでメガネを探したい、メガネ探す会しようかな。メガネ見つけれるまで配信終われません部屋めっちゃ映しちゃうやん、ダメじゃんそれは。マジでどこ行ったんだろう、もうねないんだよね。あでちょっと一個だけ心当たりするあるとこちょっと一個だけ見ていい、ちょっと本当にごめんなさい、ちょっととりあえず見たい、本当にごめんなさいね。ちょっと待って、ね、え本当にごめんなさい。あなん違うやんこれね、えひどい、詐欺られたんだけど、もう詐欺られた。ちょっと待って、まだ希望はしてないよ。え待ってないない、もうなかった、見てこれしかなかった、荒野行動をするために一時期買ったやつ。あのねちょっと汚いんだけど、目が3倍になるの、大きくなった、待って大きくなった、これつけてればいいんじゃない、やばすぎる。えこれつけてればね、あの私の目が3倍になるはず、なってる、やばい、え待って待って待って、今本当にごめんなさい、土下座土下座案件、じゃ今ねお腹いっぱいになっちゃったんです、ごめんなさい。あのお腹いっぱい、あの江戸無彩やっぱ100粒ぐらい食べちゃったから、もうそれでやっぱね、あの江戸無彩100粒ぐらい食べたらお腹いっぱいになっちゃってね、本当に、いつかねやると思ってた、本当に最悪です。あの言っていいですか、ちょっとあの切り取りみたいなする方いるじゃないですか、私の切り取りしないでください、本当に私の切り取りしないでください、お願いします。私変なことしか言ってないんですよ、変なことしか言ってないので私の切り取りしないでください、お願いします。切り取りの方、あのファンの方も切り取りしてるファンの方を見かけたらもう報告してくださいお願いします。ちょっと私報告、もうそれをされたら YouTube のおすすめ出てくるじゃないですか、うん、そしたら私の変な発言だらけなんですよ、私それを見たくないのです、だから載せないでください、お願いします。特に今日のやつは本当にやめてください、本当にもうもし次乗せられたら私ショールームしなくなるのでお願いしますお願いします、ごめんなさい、これは自分のせいなんです、私が変なことばっかり言っちゃうんですよ、だからやばくないこれしてるのなのでしないでください、とこれちょっと違うんですよ、これ3倍になるんですよ、これあのビッグムードみたいな、あのさ目がさ こんなわかる、あの流行ってるやつあれじゃん、ねえ、あそうですね、こんなこと言ってるんだけど本当に切り取りしないでください、ショールームしなくなっちゃうので
切り取らないでくださいということを言いたかったのです。しないでくださいやばい、本当にやばい。これで目がやばい。なんかこのライトがね、ライト邪魔だね。ということでね、いろいろやばいですね。ちょっとよいしょ、ちょっとさ、これ危険だからさ、もう変えていいかな、このホーム画面。いや、いいんだよ、別に見せていいやつなの。普通にどっちも女の子だし、可愛い女の子なんですよ、どっちも。だけどちょっとなんかさ、違う人に間違えられたらのが一番怖いじゃん。だからちょっと、漏れたプリクラにでもしとこう漏れたプリクラ。これでいいや。待って、これにしとこ。これなら間違ってもしつも、あっってなるじゃん。あっあれで口しか映ってないから。こっちは妹。これなら大丈夫だね、安心だね。あ、やばい、安心だね。さあ、こうてててててて。モルタプリクラを見せてあげました。モルタプリクラなら、待って、写真どこ。私の写真マジでやばいから、マジで間違ったボタン押さないようにしとこう。私のカメラロール見られたら結構やばいのいっぱいあるかも。個人情報ばっかある。あって、これ漏れてないかも、やっぱり。待ってくださいね。ちょっと待って、これとか。あ、見えてる？てかこれがやばいね、これが。これがやばいけど、これとか見えてます？このライトがこれとか、これどうかな、です。いや、違すぎでしょ。じゃあ待って、妹見えちゃう。いや、誰、あれあれ、まあ、こうしたらワンちゃん、あ、この人かってなんだけど、あれあれあ、じゃあ話のとこも話あ、違いました、よかった、違いました、よかったです、本当に。待って、ちょっとさ、リップの色がないっていうことに今気づいたから、リップを塗ろうと思うよ。やばくない、これは。言います、ちょっとね、
オッケー。待って、本当にこっちの目眼帯したい。眼帯したいんだけど、いいのがない。これでいようかな。あ、ダメでした。はい、ごめんなさい。盛大な、まだテラップ変えないと。何にしようかな。テロップ何がいいと思いますか。みんなやばい。よいしょ。テロップ何がいいと思いますか。ハクション。じゃあハクション。ハクション。いろんなやつもあるよ。ハクションと、ハクション枝豆。ハクション枝豆で。ハクション枝豆三粒大魔王。誰誰。切り取りしないでくださいって書くと逆にされるかなと思ったので読みました。ハクション大魔王。ハクション枝豆三粒大魔王、やばい、本当にやばい。やばすぎる、本当に。友達できてよかった。友達できてよかった。え、待って、今日あれだった人、今日初投稿日だった人、今日初投稿日だった人、はいはい。違う人はノー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 。そうだった人は、はいはいはい。どうでした、みんな。枝豆好きだよ、大好きだよ枝豆。はいはい、こんばんは。ノー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 、はい、ノー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 。あ、じゃノーってことで、ちょっとまだいません。うん、あとなんかね、めっちゃ鼻水が出やすくなっちゃう。なんで？レッツゴー。見てね。13日多いね。あと何日でも。妹は明日ね、新学期って言ってた。で、明日から学校やっぱ多いんだ。頑張れ明日学校のみんな。多分新入生は13日らしいけど、それ以外は明日が多いのかな。頑張れみんな、頑張れ頑張れ。絶対友達できるよ。まず最初が大事。明るく元気に可愛く大丈夫。もうみんなマスクしてるから、もう私もう自信ないんですって人も、もうマスクしてるから、もうここだけもう涙袋でも、涙袋や張り切りすぎちゃダメ。もうちゃんと薄くナチュラルだけどちゃんとあってみたいな感じでね。もうメイクダメな学校でも涙袋の線とかはバレない、絶対。あの茶色のやつでちょっと
すぐここら辺とかなら絶対バレないし、あと眉毛整えたりすれば大丈夫。マスク最強てか私も学校で始まるんだよね、10日ぐらいから。何日だっけ、10、あん嘘わかんない。じゃあそしたら報告するわ、私も報告します。え無理なんだけど、受けるよーで受けるよーって言っててでーんその2年生慣れたよ、あのギリギリだったっぽいけどねギリギリだったっぽいけどね。キャットも頑張るね。俺一人さアドバイスしっぱなしで自分あるの忘れてたっていうね。いやどうしよう、報告するね。とりあえず話しかけよう、話しかけよう、大丈夫。でもまあね、高1の時に高1の人と同じ、マジで同じだったら多分2年生の人生は終了、それだけは言える。あのはいはい、そうですねちょっとねあれだったのでね、留年してる方心配してた、心配しないでよ。いやキャーちゃんの友達になりたかった、なろうよ、もうみんななろうみんななろうとか言って。でも私とね友達になったらマジで大変な気がする、わかんないけど大変ではないか。でもいっつもねちょっとまあいいや、まあでも私毎日学校ある学校じゃないからね、そんな年に何回しか会わないから。キャーちゃんとどうくらいになる世界線どこですか。なりたいよ、私もみんなと同じ学校に、だけどなれないんだよ、なれないにゃお。なんかよりちゃんと似た感じが、嘘なんで、どこにですか、私のゆうりちゃん要素どこですか、ないですよ。消化音がめっちゃ聞こえちゃう宿題全部見せてあげて、本当に私全部見せてもらっちゃうよ全部見せてもらっちゃうよ。私キャラちゃんって言うと機嫌悪くてはーって言われるの怖い。じゃあキアラちゃんは？じゃあな、怖っ怖っ怖い、そんなん怖い。てか今のはってめっちゃ低くなかった、びっくりしたんだけど、自分でもさびっくりしちゃった、びっくり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 、あげまんじゅやばい、ちょっとあのこういうところって気を取られちゃうんでやめときましょうっていう話ないから、私常にねちゃんと元気に明るく生きてるから大丈夫だよ。あでも高校ではそんなさめっちゃ上辺みたいなさ友達しかいないからって言ったら友達に申し訳ないのですけども、すごくだけどすごい中学と比べちゃったらっていうことね、中学と比べちゃったらすごく上辺みたいになっちゃってるじゃない、多分。だって中学のこと今でも LINE するもん、普通にグループ LINE で普通にみんな LINE してるんだけど、前だもん LINE 通話して面白かったです、みんな。でもそうじゃん、だって年にさ何回わかんないよ、だってさもう4月だけの日数レベルぐらいしか会ってない、そしたら無理じゃないそうなの、だって学校にさ100、200日ぐらい行くじゃん、それは絶対に仲良くなれるんだけどね、30日間もないなんて無理じゃない、ピヤッ
大学は上だったな。そうなんや。もう怖いよね本当にね。でもね結局一生仲良くなる友達はもう性格いい子とか性格が合う子じゃないとね、やっぱねダメよ。見た目だけで判断とかもダメよ。ね、まあ最初ら辺は別にねもういいんよ何でも。とりあえずあこの子と仲良くしたいっていうことを話せばいいんよ。価値観とか大事だよね。ハクション枝豆三粒大魔王本当に嫌だ。キャッタにいたら無茶だけど話しかけちゃう。そんなことも話しようぜ。大変大変大変。え、私が前席前まだ何だってた。私が席前後のこと3年間仲良くしたことないんだよね。そうなの。私はじゃあまず席前後の子に話しかけれるかな。でも2人ともその前後の子とも2人ともすごくなんだろう、自分から話しかけに行かなそうな子だったらちょっと様子を見るかな。わかんない、わかんないもんだって。でもとりあえず話しかけるかも。よろしくねみたいな。わかんないけどね、わかんないけどね。名前違えて仲良くなりやすい。すごいマジ仲良くなれるよね。マジで席順が一番大事だと思う。本当に本当にこれは結構真面目に、席順が本当に恵まれてなくて、もう一番前の席で、しかも後ろの子がもうなんか完全に仲良い子ができてるとか、すごくなんだろう、ちょっと話しかけづらい、オーラが出てるみたいな子だったらもう人生終了ってなるよね。まあ私はそれの席になったことがないからわかんない。ずっといつも真ん中だった。え、すごくない。私いつもさ差だから、斎藤だったら大体真ん中の真ん中になるんだよ大体。めっちゃ神じゃん斎藤。全国の斎藤さんよくない。めっちゃ佐々木とか斉藤とか佐藤ウーとかの人絶対真ん中じゃない。めっちゃ最高だね。作業最高。真ん中だからとりあえずこっち側の人とも、こっち側の人ともワンちゃん仲良くなれるみたいな感じ。一番わーっていうのはもう端っこがかわいそうってなるけど、端っこの後ろだったらその友達と授業中も話せちゃうからめっちゃいい。本当に前の子から攻めていく。端っこだよ悲しい。名前よりたんだ可愛いから大丈夫だよ大丈夫だよ。出席番号いちかさんだったよ。すごいな。私ずっと何番だったっけな、忘れちゃった。私も作業だけど静かな人多いイメージ。それはある、それはある。なんかねそう静かな人割と多いイメージ、周りの人。いやそんなことないな、そんなことない。クラス分けによる。やっぱり待って覚えてない。中1中2もでも周りの子はどうだろう、話しかけてくれる子だった気がする。中3覚えてない。中3前だった、中3一番前だった。私中3一番前だった。だからテストとかで寝た時バレてた。めっちゃテストでめっちゃ寝てたんよ私。テストの中にテストの時ってさ出席番号中の席じゃん。だからそうあれだった。
わ、後ろの子誰だったっけ、え、後ろの子誰だったっけな。あ、思い出した思い出した思い出した、3年間一緒だったけど全然話さなかったかもその子ね、めずっと席、あの名字が作業だからめっちゃ近いのよ毎回。なのに3年間本当に全然仲良くならなかったかな、かな、うん。そういうこともあるよね。なんか私3年間4人だけ同じだったんだよ、まあ男子男子女子女子で4人同じだったんだけど、そこ誰も仲良くなかったよ多分。いや、そうだろう、絶妙だったね。そのなんだろう、その、あ、違う、もうなんか一人なんか男子でマジ小6から同じ人が、めっちゃ同じ人がいたんだけど、その人ね、なんか小6の時はめっちゃうるさいくらいふざけてた人だったのに、中3にはもうずっとなんか本読んでて、なんかテスト勉強ガチみたいな感じになってて、やっぱ4年間の人変わるんだって思った人思った人仲良くなかった。3年間4年間一緒だったのに、その4人マジ仲良くなかった、びっくり。だからね、やっぱ人によるよね、やっぱり。そん、なんかやっぱ1年でめっちゃ仲良くなるとか、あと私2年間1、2年生最初に、まあ、中学に入ってから一番の友達がいた、一番、じゃあ中学に入ってからマジで、あの何し、もうクラスに知ってる人が誰もいなくて、あ、終わった、あ、一人、その3年間一緒の、その小6から同じだった一人の、あの男の子しか知らなくて、その人と別にそこまで仲いいわけじゃないし、だから男子と一番最初から話してやばいじゃん、私が。全然その人は関係ないの、ほんと関係なくて、え、待って、私知ってる女の子誰もいないんだけど、え、どういうこと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 、あー、終わったって、もうみんな固まってるの、あ、終わったこれって思って、あー、どうしようかなみたいな感じでね、本当にねやばかったんだけど。で、ほんと最初友達いなくて、前後の子が、前の席の子は、てか前の席の子も後ろの子の子も、もうがっつり固まってたの、違う子とがっつり固まってたから、あ、これ無理かもって思ったんだけど、でもとりあえずなんか後ろの席の子はめっちゃ可愛かったんだけど、なんだろう、最初私緊張してたけどから、もう可愛くて話しかけられないわと思って、で、そしたら前の子可愛いの、待って、そしたらめっちゃ前の子可愛いの、ちょ後ろの子は別格に可愛くて、普通に可愛い、みんな可愛いじゃん、可愛いんだけど、その中でも可愛いだったのよ。だからちょっと一歩ふい、ふい、ちょっとね、最初ちょっと絶対、あ、あ、よろしくお願いしますみたいになっちゃうから、ちょっと一旦引いとこうと思ってさ、とりあえず前の子と、なんかすごい話しかけやすそうな子だったからね、だからその子とも話してたんだけど、でもその子がっつりかと思ってたから、あ、これ友達無理だってなって、もう結局1週間ぐらい、まあ、ずっと一緒にいるみたいな友達ができなくて、あー、やばいやばいやばいって、もう中学終わりだわこれって思ってて、だって中学ってさ一番近いさ学校じゃん、だからそこしか行くしかないじゃん、だからもう転校するわけにもいかないし、どうしようどうしようって、最初1週間ずっと思ってた。それで、まずトイレ行きまくりトイレ行きまくりだったの。そう、昔のキャラおどおどしてたイメージでしょ、その時マジおどおどしてたんよ本当に。そうなのよね、そうで、だけど係を決めたの、係決めるじゃん最初らへんに。で、係決めることになって、うわ一緒になる子いいなみたいな、その前のこともまあ普通に話せるんだけど、仲いいまでは全然いかなかったんよ。だから、え、どうしよう、やばいやばいと思って、とりあえず誰もいない社会係に入れたんよ、もうとりあえず、いや誰か入ってくれって思って社会係に入れてたんよ。そしたら
普通になんかちょっと仲良くなれそうだなって思ったけど、ちょっとその子3人4人って一緒にいたから、うわこれは話しかけられないなと思って話しかけてなかった子がいたんだけど、その子が入れてくれたの。社会科学の私しかいなかったのに入れてくれて、えみたいなのって、でそしたらびっくりしちゃって顔見ちゃって、あっと思って、そしたらニコって笑ってくれて、え待ってこれは友達になれる予感って思って、その子と仲良くなりました。結果でそんで、まあ、その子がグループの子に行く前に、ね、同じとこに入ってくれてありがとうって話しかけて、それで ありがとうってなんかずっとニコニコしてたから、私ずっとニコニコしてたよ、私クラスで一人でニコニコしてたん、とりあえずニコニコしてたんだよね。話しかけられるの待ってたの私は。だからなんかずっとニコニコしてたから、なんかでも話しかけに行こうかなって思ってたんだけど、でもなんかずっとなんか小学校がちょっと同じで、でも話したことなかったんだけど、小学校同じの子がいたから、とりあえずその子たちといたんだけど全然話しかけられなくてみたいな言ってくれて、もうあーよかったーってなりました。ってなって、そうあ何話そうとしたんだっけ、そうでそこで話しかけるようになったんですけど、その子との趣味が本当に合わなくて、じゃあその子の趣味が今の私の趣味なの、だから今はその子とめっちゃ趣味合うけど、その今中1の頃の私はもうピンクマイメロちゃんと、あとは何だろう、ピンクっていう感じだったから、曲ももう全然普通の曲知らなかったし、だからその子ね、いや名前言えないけど、何だろう、何人組、あちょっとやめとこ、待っていいや、とりあえずいいや、だけどヒップホップ系の曲が好きだったりとか、何なんか LDH 系の方が好きだったのよ。だけど私本当に何も知らないし、今でも全然知らないんだけど、だから本当にね全然趣味が合わなくて、だけどそれでも普通に仲良くなれたんよね。だからよかったよかった本当に。もうだからもうね運だよね、そういうのは本当に。マジで中止であの子がいなかったら私は生きてなかったと思う、本当に本当に。小屋行動、なんで小屋行動。何時までやろう、眠くなったら眠くなるまで。さあそう、だけど聞いてほしい、そのね、その子、じゃ A ちゃんとするわ、 A ちゃん、その1年生の頃に最初話しかけてくれた A ちゃんね、 A ちゃんとはすごい仲良かったんだけど、だから、中2になった時も同じクラスになったの。もうその時もうなんか2人でもう何もうみんなエロにうわーって抱き合ってうわーみたいになったんだけど、もうね、でもそれ中に普通に仲良くなったね。最初2人でいたんよ、あやっぱみんな固まってるねみたいな感じだったんだね。やっぱ何うわーあの子一人でかわいそう、絶対同じこと離れちゃったんだねみたいな、かわいそうみたいな言ってたんだけど、もうそしたらなんか謎に2人とも席近い同士残り仲良くなって2人ともバラバラになったね。あれみたいな、あれ A ちゃんとは A ちゃんに私嫌われたと思って、あれ A ちゃんに捨てられちゃった感じかこれみたいな、うわーあの入学式ないあの何新学期の喜び何だったのみたいになったんだけど、結局その2人で合体して4人で仲良くなったの。そしたらまたそのなんだろう、その1人が近く席が近くなった子と仲良くなって、で5人になった。そしたら2人組がと仲良くなって、何分かんないみたいになったりするから、とりあえずとりあえず1人と仲良くしとけば席が変わったりして、だからその席近くなったこと仲良くするから、皆さん頑張ってください、本当に頑張ってくださいっていう感じです。
女子はいろいろあるよね、本当にね、本当にいろいろあるよ。もうなんか友達ができないかったら、もし友達ができなかったらもうね、そのクラスのせいそれはそのクラスのせい。もうだってね、なんか明らかに、えこのクラスなんかみんななんか運動できるし、ピアノできる人もいるし、何頭もいいし、顔面偏差値高いし、明るい子ばっかだし、あれこのクラスどういうことみたいな、めっちゃいいクラスとか、え待って、こ可愛い子みんなこの子このクラスにいるんだけどみたいなクラスとか、なんかあとピアノできる人一人にもいないみたいなクラスがあったりとか、なんかすごい、なんだあるあるだよね、そういうの。めっちゃなんか1年生はだいたいみんなだいたい平均なのだけど、先生が選ぶじゃん大体。だからその先生によってマジで人が変わるんだよ、本当に。なんか先生もうまいこと選んでるのかな、わかんないけど、本当中3の時は本当にね、これでもかってくらいとある先生のもう意志が強くて、もう合唱校にも優勝するために、体育会にも優勝するために、もう全部の全部が敷き詰められたクラスなっちゃったんだよね、そこだけ。まあそれで合唱校は負けちゃったんですけど、でもね、体育祭、私体育祭はね3年間勝ったの、やった。そう、3年間も勝ったの、絶対勝てなかったのに、3年間ともえこれ勝てるっていう感じだったのに勝てたんだよね。ね、先生選抜つらくない？マジでそのクラス本当にいいクラスで、本当にね羨ましかったけど、そこに行ったらでもね、そこでもね逆にいいクラスすぎても大変、本当に。なんかいいクラスすぎて、なんかすっごいなんか元気明るい子ばっかが入っちゃったのそこに。だからなんだろう、すごいその中で、もうしかも女子、その女子の中でめっちゃなんかゴタゴタになっちゃって、マジでかわいそうって思ったので、結局は普通のクラスが一番いいと思いますという感じです。本当に結局は普通のクラスがなんかいい感じにのクラスが一番いいと思う、本当に。あと先生が面白かったらすごくいいよね。そうね、先生、完全先生選抜で毎回ハゼルのクラス入れられてた、かわいそうのに。普通が一番だよ、本当に。安定が一番、本当にね、え大変だよみんな、本当に。でもね、すごい学校って大事だなって最近やっと思えてきた。宿題も大事なんだなって思えてきた。大人になった、宿題が大事になったと思えるようになったとか、めっちゃ大人じゃん、びっくりしちゃったなんか宿題ってみんな嫌じゃん、でその嫌なことができるように、当たり前にできるようになると、なんか大人になってもなんでこんなことしなきゃいけないんだよっていうことができるようになるっていうのができるようになるんじゃないかなと思いました、勝手に。だから宿題大事だなって。体育とかも体力大事だしね、運動も大事だし、趣味を見つけられるきっかけにもなるし、で学校ってすごいなって思った。でクラス替えとかでもさ、なんか会社とか離れててもそっちの方でもなんかうまくやっていけるとか、なんだろう、学校ってすごいなって最近すごく思うんだよね。学校って全部すごいいいところだなってすごい思った。本当に。でも宿題はめんどくさいよ宿題はめんどくさい、宿題ほどめんどくさいものはないってくらいめんどくさいけどね。
でも意外とやったらさ覚えるくない、物事とか。わかんないけど、めんどくさいって言うならね、ごめんなさい、めんどくさいって言うならだけど、でもごめんなさい、本当にごめんなさい、めんどくさいとか言っちゃダメです、ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。ごめんなさい。あ、そう、さっきのさっきの話なんだけど、その A 子ちゃんね、あ、やめとこ、やめときます、ちょっといっか、別にどうだろう。でもね、マジで中学の友達、小中学校の友達とは永遠には仲良くならないのかなと思って思った。あ、中3の頃に仲良くなった友達はあれだけど、中1中2とで仲良くなった子は永遠じゃないのかもって思った。あの、なんかなんとなく、はい、そうですだからもう中1中2だったら高校生は大事かもだけど、もし中1中2になったらもう思いっきり話しかけたらいいと思います。わかんないです。ちょっと話しすぎじゃない、私ちょっとやめとこう。待って、切り、あ、もう一回また言うんですけど、切り取りしないでください。切り取りやめてください、本当に。もう切り取りしてる方がいたらもうコメントにもう消してください、消してください、消してくださいって言っちゃうからね、本当に。あ、そしたらアカウントバレちゃう、ダメだダメでした、やめてくださいね、本当にやめてね、本当にやめてね。定期振りじゃないから、振りじゃないから、振りじゃないから、もう振りじゃないからね、僕ドライブだからね、ちょっとダメだからね、切り取りなんかしちゃったらダメだからね。あ、全然似てない、ドラえもんの真似しようと思ったんですけど全然似てなかったです。するなよ、するなよ、絶対するなよ。待って、全然じゃない、ドラえもんの声ってどうちゃんだっけ、どうちゃんだっけ。僕ドラえもん、僕ドラえもん、僕ドラえもん、タケコプター。え、待って、似てない、タケコプター、どこでもドア。え、似てない、あ、モノマネするとされる、じゃあやりません、もうモノマネ封印封印。ね、こうやって切り取りしないでくださいねとか言ったら使われちゃうのか。じゃあ切り取りしないでください、本当にしないでください、切り取りしないでください。誰の声、誰の声、トトロのめいちゃん似てるかも。あなたトトロって言うのね。あ、似てない、あなた、あなたトトロって言うのね。似てない、あなたトトロって言うのね、あなたトトロって言うのね。あ、似てない、ねえが似てない、あなたトトロって言うのね。違う、メイ、待って、いや、ちょっと似てないね、やっぱ切り取られちゃうんでちょっとやめます。切り取られちゃうのでやめます、やめまーす。これ何時から配信してますか、私。
ちゅちゅ、え、待って懐かしいこれ。ちゅちゅ、わかる人いる？あの、私が小学6年生、5年生ぐらいに流行ってたやつ。6時19から、え、どうしようかな、何時までやろうかな。 TikTok じゃない、ミクチャ、ミクチャ、ちゅちゅ、ハートダンスみたいな、ちゅ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 ってやつが、私が小学6年生の時に流行ってたんですよ。え、懐かしい。なんかハートダンスみたいなのがあった。懐かしい、え、懐かしすぎてびっくりしてる。あと、タタタタンパパ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 タタナクーパパパ、え、待って、え、懐かしすぎてごめんなさい、あ、知らない人ごめんなさいっていう感じ。あとなんだろう、タタ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 ンタタ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 タンタタ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 ピンヤピンヤタタタタタタタみたいな。え、懐かしすぎてびっくりしちゃってる今。クッキーは、あ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 、ぐ、なんだっけ、こいつ、なんだっけ、忘れちゃった。あ、あ、あ、クッキーは、あ、なんて、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 あと、あれ、音の鳴る方へ、あ、ちゃ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 みたいな。いえ、なんだっけ。イエイイエイイエイ、君が笑えば僕も笑うから、ウェイめくりてつる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 、どこまで遠く離れた場所にいるとき、僕らのつるって聞こえたように、迷った時は音なる方へ。ちょ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 、え、待って、懐かしい、ごめんなさい、知らない人本当にごめんなさいっていう気持ちなんだけど、え、懐かしすぎてびっくりしてる。誰の曲か知らないけど、君のことが大好きだ、その目つむがある時に変わったんだ、見つめてる自分がいる、君以外の人、私の毎日キラキラってしてるんだ、笑い知らない、うぜこてててててれて、え、懐かしい。あ、じゃあ、いつだってそばにいる、だってもっと一緒にいたいもん、ずっとずっとなんとかルール、二人やたらが人生の禁止みたいな。やっぱ懐かしい。夏恋ってなんだっけ、夏恋なんだっけ。あ、あと、きっとあなたに抱きしめるたら、風やかかかだとみたいに、甘いやプラティナだって、あなたがもし気づしたらだけで困りそう、あなたのせいだ、今までで一番暑い夏みたいな。やばい。あ、サマなんだっけ。あ、大好きなものがどんどん増えてく、違う違う、めぐりめぐる赤君と見つけた、ん、なんとかなんて、信じてみましょうって、おーおおたんてるてるてる、おーおおギラギラって遊ぼう、たらららフェスティバル、ワクワクしちゃうよね。懐かしすぎて死んじゃう。あ、ラリラリポッポラリラリポッポッポロリラリポッポラ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 リラリポッ雰囲気、雰囲気かわいい、これなら雰囲気がちょっとね、あー本当に放送事故やるからやめて、ここならちょっと雰囲気かわいいかなみたいな。だけど
ドゥ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 あれってなっちゃいますね。じゃあアゴ率増やします。アゴ率やば、懐かしすぎてちょっとハゲちゃいそう。はあ、てか私ね聞いて、私めっちゃ毛量減ったの。見てこれしかない、めっちゃ毛量減った。早く、てかそろそろカラコンつけれそう。まあいいや。服どこのマグニットみたいなこれです。あ、買ったよマハグニットの、あの投票したやつ、桜もついてるやつ。あれいつかあのお話し会とかお悩みなんとかで着ようかなと思ってるんですよね。野口ひよりさん、かっこかっこは受ける。そうそう、アンケートのやつ買ったよ。いやー本当に待って、もうなんか小学6年生からもう時が経ったんだって。でも意外と私覚えてるくない？びっくりしちゃった。あ、好きえ好きえ様、うん、抜けて、あー嘘ついた、香りつきがいるわ、あわれてめいいかなって朝昼晩一日、あー気分かった、考えています、そうそうっています。え、めっちゃ覚えてる。負けない、可愛くなるから見つけてね。ええやばい、びっくり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 、えやばい、びっくりしちゃった。いや4年前じゃないよ。12あ12345年前ぐらいだよ。4,5 年前ぐらい。いやみんなやってたよね、ミクチャみたいな、みんなやってた。それが今 TikTok になったのか。結局動画流行るのね、やっぱり。あ、一回ミュージカリーみたいな入ったよね。全然わかんないけど、それはもうね、 TikTok が始まった時はもう TikTok なんて見ない見ないみたいな思ってたのに、もう見てました、気づいたら。なんでだろうね、なんで動画流行るんだろうね。あとバインとか流行ってたよね。なんでだろう、なんでさ流行るんだろう、そういうのって。ハロー、それ知らない。バインやばいな。でミクチャがミュージカリーになってしまって TikTok になった。え、ミュージカリー短くて悲しい、なんかね。バインすごいよね、本当に。それの集大成が TikTok みたいな感じ。 TikTok 以上のやつ生まれなそうって、ミクチャの時も思ってたから、多分 TikTok よりも上のやつが結局また来るんだろうなって思う、いつかは。うわーすごいな、時代、時代を感じるって私が言っていい言葉じゃないんだけど、 Twitter ってやつ流行ってるよね。ツイッターねえ、ツイッターとかさ、インスでもインスタって前流行ってなかったイメージ、わかんない、勝手な私のイメージかもだけど、ツイッターの前になんか流行ってたんでしょ。ツイッターの前に、わかんない、私覚えてないけど、ツイッターの前になんか流行ってたらしい、わかんない。フェイスブック、あ、カカオトーク懐かしい、全然やってなかったけど、へえ、わかんない、覚えてない、言われてもわかんないやじゃあなんで聞いたん、じゃあなんで聞いたんって話なんだけど、すごいね、なんかどんどん変化してくんやーって感じだね。でも YouTube できっと君が見るのにハマってます、やばい。え、てかいや私視点おかしくない、ちょっと私カラコンがさもうちょっと大きかったら視点が合うのよ。だけど目がちっちゃすぎて視点が合ってないように見えちゃうの、ごめんね、ちょっと気持ち悪かったら本当にごめんね。だからこういう配信、ちょっと顎こうでいいんじゃない、こうこういう配信します。
ね、YouTube もさめっちゃ流行ってるね。ずっとずっと流行ってるっていうか、もう YouTube は YouTube のままな気がする。わかんないけど、こにゃにゃちは、あ、さっきも送ってくれてたのね、ゆうぽんさんいつもカラコン何使ってる？エバーカラーのやつです。名前わかんないですちゃんとしますね。 YouTube 無敵ご飯から戻ってきたおかえりなさい。ハートいっぱいありがとう。ハート、うん、ショールームって星アプリ知ってますか？あ、最近知ったんでしょ、ショールーム。すごい、あの、私最近マルチ配信始めてすごく楽しいなって思ってますショールームね、ミコラブの初期からお世話になってるアプリです。本当にショールームさん感謝感謝激励2日目だよ。もう4月30日までもう毎日続けます。頑張って。起きれなかったらショックだな。だって起きれなかったらもうその日はから永遠にできないよ。もうだってうわー本当に。もうちょっとしたらインスタにもハマります。そっか、私インスタするもんね。でもお話し会とか始まらないとやっぱ服を載せれないから。でもさ同じ背景になっちゃわない？どこで撮ればいいんだろう。ミリアとかどこで撮ってるの？あれは街中で誰かに撮ってもらわなきゃじゃん。おお、街中で急に「あのここで写真撮ってもらっていいですか？」ってお願いして撮ってもらうしかない。4月なら私の誕生日も配信してくれるな。あ、そうだ、やった。そうだ、4月誕生日の人は祝ってあげます。みんなさん入学式お疲れ様ママちゃんお疲れ様専属カメコします。本当ですか？嘘つきませんね。本当ですね。待ってますよ食べ物とかでもいいのか。4月に生まれたかったねあ、ことみんナイスナイス。ももにゃんもナイス。サイン会応募するかなります。どうする？サイン会どうする応募してください。ぜひ待ってます。8月まではちょっと難しいかなって思います。だって私とりあえずね24時まで配信できるようになんないと無理だと思うんだよね。てか大阪と名古屋に行く日結構頑張んないとやばい。名古屋は大丈夫だけど大阪がねやばい。本当に5時から配信多分。頑張ります1分でも遅れたらもう死亡案件。明日の自己紹介でキイちゃんのこと紹介しても、絶対紹介しない方がいいよ。私のことなんかきっとみんな知らないだから、だからあの言わない方がいいよダメだよ、否定しちゃダメなんだけれども、でも私のこと絶対みんな知らないから。でもイコールラブが好きですってぜひ言ってくれたら嬉しいですそしたらもしね知ってる子がいるかもだからね。でもきっと私のことは知らないから、知らないからイコラブのことをイコラブが大好きですって言ってください。お願いします。いっぱい布教してください。イコラブのこと言ってくれる、あ、ありがとうありがとう。
ありがとう、すごい嬉しいね。うちのクラスのねえやめて、嘘つかないでください、本当に嘘つかないでください。去年行ったらシキピのグループだよねって、すごいシキピすごいちゃんとさイクラブって名前をしてくれてるの嬉しいね。それでやったね、シキピシキピシキシキシキピ、染まりたいのはあなただけ、シキピシキピ二人合わせて愛し合ってなるき上がり。で普通に流行ってるくない、普通に流行ってるくない、だってすごくない、シキピシキピすごくない、指原さんすごい。シキピシキピのさ音源の一番上のさ天丼マンさ、シキピシキピシキシキシキピの動画がさ面白すぎてめっちゃ笑ってた。と見てて、あれ止まっちゃった、やろしきやろしきしき本当に面白すぎる。あ電撃ちょっと、よくみんなしてくれてる、すごくない、有名な人もすごーいすごーいってなってます、他の人の人他の人みたい、めっちゃ面白いよね、ずーっと見てて、はい、チキのロスキのロスキシマジで面白い、ほんとにいいね、何個18、もう19万ぐらいいってるんだけど、ほんとに面白すぎる、すごいみんなしてくれてる、すごい、私の好きなアイドルさん、まで、めっちゃめちゃにわからんだけど、もうにわかよりも薄いかもしれないぐらいなんだけど、私の好きなね、あーこの可愛いなって思うアイドルの子がねやってこれして、え嬉しいってなりました。まあ、全然私のあれじゃないんですけど、好きな TikToker さんとかがやってくれてて、え嬉しいってなってます、すんげえすんげえすんげんげんげん、すごいですね、すごいすごいね、ちょっと充電しないとだね、私の好きなアイドルの子もどっちってあげた、へえへえへえって言った、スキアラちゃんの好きな女の子のタイプ知りたい、なんか私別にそういうこういう系の子が好きとかないんだよね、私あんまり、うわこの子大好きってなんない人なの、あんまり、あんまりそんなに、なんかみんな可愛いからみんな好きってなってるんだけど、もう推しレベルの子があんまりね出てこないの、なんでだろう、私完璧すぎなのかな多分、なんかすごく何でもできるような子が好きだから、歌もダンスも普通に話も面白くてとか可愛くてみたいな、もう全部が揃った人じゃないと推しになれないのよね、推しの話じゃなかった、それ推しの話じゃなかった、推しの話じゃなかった、推しはそうだけど、でも好きな女の子、普通に女の子のタイプはかっこいい、かっこいいっていうか服装が、服装がなんか黒と白とかだったり、すごいなんかこういう巻き、外巻きとかしてる子好きだね、あとバケハとか、でも普通にめっちゃめちゃ女の子、女の子した可愛い子も大好きな、あと普通に性格がいい女の子も
通にが素敵だなって思う。かっていうかっていうか私みんな好きだよ私みんな好きだからなんか無理なんだろう私の好みっていうよりその人自体のことの方があれかなって思う。まあ誰でも最初入るのは見た目って言うけどそんなのね遺伝でしかないのよ。だから関係ないかなあんまり分かんないけど。可愛いのもいろいろある。もう可愛いの可愛いも好きだしかっこいいの可愛いも好きだし面白いの可愛いってなんだ分かんないけど。でもねなんもう本当にいおりちゃんとしのぶさんなら年がだいぶ。しのぶさんって胡蝶しのぶさん。もちろん胡蝶しのぶさんいおりちゃんかわいそうにかわいそうに面白い面白い本当に。私のタイプないよ。うーん、そう思うと DD なんかね私。だけど推しの話だったらマジで推しができないんだよ。だけど DD ってどういうこと？わかんないけど DD らしいよいやそんなことないと思う。いやわかんない。どんな絵だってみんな可愛くない？普通に。でもそれで私は可愛くないからキアラちゃんの好きなタイプじゃないとか思わないでね本当に。そんなんじゃないから。私何ケース DD って何？ケース DD ってなんだ？ケース DD ケース DD ってなんだろう。ケース DD キス DD しかないキアラ斎藤 DD。 あそういうこと？そういうこと？わかんない。泣いた。俺も怖くなりたいクソ DD って言いました。クソ DD え、あれクソ DD 泣いちゃうよ泣いちゃうよ。ふいーふいーふいーってみなみくんになっちゃう。みなみくんになっちゃう。ふいーくそ言うなってコメントで、ね、何ララさんだ。ララさんがクソ DD とか思って。なんかウロタンさん言われてるけど本当に私は関係ありませんいやどっちもだよどっちもだよ。ひどいな本当に。クソじゃないもん。でもキアラ斎藤 DD かと思った。わかんない。ウルトンさん巻き込まれてて草。確かにララさん大抵あみんなからほやララさんみんなから呼ばれてるよクソじゃないよ。私はクズでもクソでもないよ。ウルトンはアンジュウルトンさん絶対これさ今見てないだろうけどきっともう見たときびっくりするだろうね。あれなんでこんなあれなんでこれポコな話されてるんだって奈良さんは悪い子だよ。悪い子ですよね皆さんね。えこんなね本当にねふ本当に本当に。ちょっともう一個いじっていいですか。お腹空いてきましたお腹空いてきちゃった。やっぱ食べてから1時間もしたらお腹空いちゃうんですよね私。なんか一度には多く食べれないけど1時間で絶対お腹が空くの。なんで1時間ごとに毎回食を食べればいいの？それは無理だし。もうやだ悲しい本当に。本当にやな本当に。キャータンがとタイプの女の子ありがとうございますありがとうございます。本当に感謝感激。雨降っちゃう感謝感激のありがとう
調べたらカス DD って調べたんだよ。あとね、調べないで。いや、サラちゃん、ちょっとやめてよ、本当に。キャラちゃん最近真面目、やった。チンチクチンチクチン。え、本当にやっと真面目だって。ちょっと真面目ちゃんでいきます。ちょっとこのメガネかけて。どうなってんのこれ。これメガネじゃない、3倍になるメガネなんですこれ。画面見たら3倍になるんですよこれ。やばすぎ。え、これ目また大きくなっちゃう。わーわーってなっちゃう。また始まっちゃう。どこかわかんない。あ、目が合った。目つぶし。ええ。本当にダメですね。こんなこと、真面目って呼ばれたの、せっかく真面目って言ってもらえたのに、こんなことしちゃダメだよ。ちょっと待って。ちょっと今から部屋をラベンダーにしていきたいと思います。あと、待って、全部私にかかる。あ、めっちゃかかった。あ、冷たい冷たい最悪。え、待って、冷たい、やだ。あ、めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂い、ラベンダー。あ、眠くなっちゃう、眠くなっちゃう。いい匂いだ。めっちゃいい匂い。突然過ぎた。えけどね、たまにこれ急に振り付けたくなるの。いい匂いだ。自爆。お水を飲めていきたいと思います。ハクション、枝豆三粒大魔王って何？あ、あのさっきでっかいハクションしたのと、あとは枝豆三粒食べたの。今から枝豆三粒食べますって食べたところをがめっちゃループになっちゃったんですよ。だからハクション枝豆大魔王です。違う、大魔王はハクション大魔王の大魔王をつけました。だからハクション枝豆三粒大魔王です。本当に毎日配信するんですか？するよー、するよー。あ、4月30日まで。だったら4月1日からしたかったなって思うんですけど、まあそこはまあしょうがないですね。そう、気はついてる。ちょっと待って、あ、無理か、あ、見れるかも、ワンちゃん。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。んー、できない。ちょっと待って。あ、待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね。
待ってね。あ、まだでした。なんでもないです。なんでもないです。なんでもないです。で、こうしてもさ、目の大きさが違うのがわかる。こうしたら恐怖でしかない。こっちだったらふーんみたいな感じなのかなって思うけど、こっちだったらただの怒ってる人みたいになっちゃう。やばい、もうやだ、こっち目が痛くて今。スクショタイム。極限トレメン、こうなりたい目が。こういう目になりたかったです。なんで私は釣り目なの。釣り目しか勝たんって言ってくれるんですけど、うん、悲しいですね。え、待って、あの釣り目って星になってない？なんで釣り目って星になってんの？みんなそんなこと言ってくれてありがとう。ありがとう、みんな。みんな星が好きだよ、星だから好きになれたんだよってか、星じゃなかったらなんとかだったかも、好きだあは私なんとか大好きみたいになってて面白かった。星で遊ばないでください皆さん。キャーしか勝たんのよ、ありがとう。ラブ、みんなラブ、みんなラブ、ラブ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 イコールラブ。危ない、ちょっと今危なかった。なんでもないです。星ありどいの。スカイツリー好き、唐突だね。でも私もスカイツリー行きたいって最近思ってる。てか最近もう全国に行きたい。もう全国ってかいろんなとこに行きたい。うわー、でもね、あのね、今度ね、楽しみがあるんだ。まあ、言わないけどね、プップップン。楽しみがあるんだ。でもね、行けなくなっちゃうかもしれなくて悲しい。ピエンピエンピンピンピン。もう怒ってる。鬼瓦になっちゃう。鬼瓦。あ、めっちゃプライベートだよ。めっちゃプライベート。めっちゃプライベートな楽しみ。あの、プライベートじゃないのもあるかもだけど、あるんだけど、プライベートだよ。近々なのはプライベートだよ。だよん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 。もしかしたら普通に追跡するかも。あ、スカイツリーじゃないよ、スカイツリーじゃないよ。みんなツアーの話してるねん、してるねん、ねん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 。いけるといいね。そうだね、いけるといいね。リアル荒野行動、リアル荒野行動したら私即死んじゃうよ。斉藤キアラっていう女の子可愛すぎる。ありがとう。ハート。ハートになってないな。ハート。あ、全然ハート。なんかラッパみたいになっちゃった。ハート。全然、全然顔知らなかった。ナチュラルブラックじゃない。緑っぽい。ちょっとだけ緑っぽいやつ。でもね、なんか緑っぽいちょっとでーす。一周回って斉藤キアラになりたい。え、なる？え、皆さん斉藤キアラになります？
もうね、苦労でしかないこの人間。本当にこの人ってね、苦労するんだよ、生きるのに。すごく自分でも手間がかかるから、やめといた方がいいかも。でも私になってくれるんだったらね、もうすごく嬉しいな。でもそんなことはないな、私は私でいたいので。やっぱ無理です、ごめんなさい。私はやっぱ私でいるので、ごめんなさい。マジで私になったら大変なことしかないよ。いいことってないよ本当に。いいことと言ったら、出てこないのが私なんです。出てこないのが私なんだよ。キラリーン。あ、マイカちゃんファンの人はいいかもね。マイカちゃんに押し押ししてもらえるから。いやダメです、マイカちゃんはファンの人は私になっちゃダメです、絶対。ダメです。やまなくなる。え、私もやむよ。だから私になっても意味ないよ。よん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 。あ、キャラちゃんだったらキャラちゃんに会えなくなるからね、確かにね。桜咲く音が聞こえ、これ桜が降るとさ、やるとかない、色とり景色を変えぬ、見たことのないハートの震え、電車の揺れがごまかしてくれたんだ。なりたいと思った、本当に。馬跳びできるよ。ちょっと、誰ゆえさん、知能線短くなるのに嫌です。誰か言うと思ったよ、もう。泣いちゃう。ピロリーン。キラリーンからピロリーンになった。いや本当にね、でも本当に頭悪いと思って、本当になんか他の人よりバカだなって思う。なんかこれさ、なんか私バカなんでしょじゃなくて、もう本当にびっくりしちゃうもん、バカで。なんか私バカになりたいみたいな人いるじゃん、たまにね、たまに。でも私天然だからみたいな。ちょっと大げさなんですけど、でも私天然だからみたいな人いるんですけど、もうだったら交換しようのって感じ、本当に。なんか日常生活に支障が出るレベルの脳の低さなんですよね。悲しいよっていう気持ちです、本当に。なんで私はこんなに知能が低いんだろうって思ってる。もう本読まないからだよね、多分。ちっちゃい頃にもし本をたくさん読んでたら、もうちょっと頭が良かったかもしれない。想像力も働いたかもしれない。やっぱ私は絶対子供が生まれたら、もう絶対本を読ませます。絶対私のさ、遺伝だったらさ、絶対バカになっちゃう。もうそれはごめん。もうその子が申し訳ない、かわいそう。だから一般本を読ませます。絵本も聞かせるし、本も読ませる。でいっぱい遊ばせます。ああ大変だね、本当に。ああ漫画の方が頭良くなるらしいよ。それ絶対嘘だよ。漫画の方が頭良くなるんだよって言ってお母さんに漫画を買ってもらえるように誰かの子供が言ってたやつだよ絶対。でもね、漫画の方がいいかもしれない、確かに。なんかね、私本だと読む気にならないじゃん。でも漫画だと読む気になるし、なんか絵もあるから分かりやすいし、絵があってもさ想像するじゃん。なんかあ、この動画で再生されるじゃん。だから漫画もいいかも。私漫画読もう。てか読んでない漫画いっぱいあるんだよね。私謎に五等分の花嫁の謎に全巻買ったんですよ。謎にって言ったら変なんですけど、だから私第2期見てないんだよね。漫画生じゃん。漫画生なんですけど、だからここにもある、ほらここに。まだ読んでないやつ。私ニノちゃん推しなんですよ。まあ全部見てないけどね、まだ。絶賛放送中って。
けど全然見てないな、読んでないな。謎のアニメ離れになっちゃってたんですよね最近。みこしにのちゃんかわいいよね。そっちか。絵がかわいい、本当に絵がかわいい。言葉の花嫁読んだ方がいい。じゃあよかった、読んで。私まだね11、待って11巻ないんだけど。え、待って1234567891012131213、え121314なんだけど、え12はない、11だ、11話がない。11話どこ、え私まだ11話読んでないんだけど。読んだかも、11話読んだか読んでないかなんだよね。いや読んだ読んだ読んだ、痛いな、当たりちゃった。え読んだ、えどこ行ったの、えない、えちょっと待ってね、ええびっくりしちゃった。心にあるはず、ない。ない。え、ない。待って、これしたい、本当に。見てこれ。なんかファンの人がね、なんかイコラブ全員分にね、これくださったの。めちゃめちゃ前に。だけどこれ何するやつか分かんなくて、とりあえず置いといたんだけど、最近分かったの。これなんか筋肉をほぐすやつみたいな。私筋肉がなんか落ちないんですよ。だからこれ やりながらちょっと配信しようかな。ちょっとね、ちょっとなんか痛いんですよこれ。痛い。何も見えない。待ってこれ自己流感しかしない。痛い。あ、事故るね。あ、事故ります、事故ります、事故ります。危ない、危ないよ。じゃ、ちょうどいいとこに来ないんだけど、どういうことこれ。ちょうどいいとこに来ない場合。難しい。わかんない。あ、11巻。11巻どうでもよくなっちゃった。まだ11巻どこ行っちゃったんだろうね、ほんとに。じゃ、11巻。え、11巻どこ行ったんだろうね。ガチでないなぁ、ないなぁ、ないなぁ、ドラえもんだよ、ないなぁ。え、本当にない、なんで。あ、待って、心当たりある。ちょっと待って待って、ね、あと映ってないよね。え、待って、あ、閉まらなくなっちゃった、待って。いや、ないなぁ、いや、ない。え、ちょっと衝撃がでかすぎてね、やばい、なかった。ないんだけど。妹が持ってるかも。妹ね、勝手に借りててね。それかも。ちょっと妹返して、本当に。本当に。じゃあ妹が持ってるっていう体にしとこう。うん、そういう体にしとこう。姉妹は似るもんですねって。確かに、カリパク、カリパク姉妹。カリパク姉妹。やっぱ、じゃあ9時まで配信するね。あと10分。いえ、今日はね、はあ、いっぱい疲れた日です。疲れてないな、今日疲れてない。どっちやねん。今日は全然疲れてないですね、いつもより。
一昨日がすごく疲れました。あ、じゃあ昨日だ。昨日いっぱいね動きました。だから疲れちゃったんですよね。でも今日はあんま疲れてないです。ナータンが配信始めましたよ。本当に、みんな8時まではいて、ここに、あ、9時だった、9時まではいてね9時終わったらぜひいてください。キャータの面白さは天下一品。いや、そんな、私バラエティとか苦手なんだよ。私だからバラエティとかはね無理なんだよね。無理って言っちゃダメなんだけど、ちょっと苦手意識がねあるんよね。無理だよ。てか面白くないから、私本当に面白くないのよ。ただなんか意味わかんないだけ、面白くはないのよ。カラビーねー、狙わない方がいいよ多分ね。番組だと狙うから面白くないんじゃない、わかんないけど、わかんないです。あ、みんなそんな言ってくれてありがとうな。そんな、そんな、あ、なんか星になってる、星になってるか、何言ってるかわかんないよわかんないよ。作らない方がいい、面白いよ。それで好きになったもん。本当に、でもあれだよ、私やっぱね、何、大喜利、大喜利とかはもうやっぱ知能戦、知能戦、知能をよくしないと。大喜利は、大喜利ってさ、もう頭の回転の速さと あらゆる知識をさ、もう詰め込んで短い言葉で表すわけやん。ってことはやっぱり頭脳が良くないと大喜利って得意になれないよなって思いましたね。ピエン、ピエンだよ、ピエンです。確かにマイカちゃんはやっぱ絶対頭がいいんだよあの子は、あの子って言っちゃってるんですけど、あの子は数学とかそういう勉強はできないんですけど、できないんですけど、公言してるのでね、マイカちゃんから公言しているので言うんですけど、できないそうなんですよね。だけど字の頭が良すぎるよね。普通にトークも面白いしさ、すごいよね。頭の回転早い。もう頭の回転早くなんないかな。ナータンとかひとみちゃんも早い。ふん、本当にね。頭の回転はどうにもならないと思う。公言してるのです。筋トレしてる私褒めて、みんな、みんなじゃない、筋トレしてて偉い。なんかさっきも筋トレしてる方いたんだよね。筋トレしてて偉いよ。私もしなきゃだな。前までねやってたんだけどやめちゃったんですよやりまーす、やりまーす、頑張ってね、みんなで一緒に頑張ろう。じゃあ今日は何をしましたとか、あ、そんなん恥ずかしいか、そんなんツイートしたら恥ずかしいよね。それはダメだね。いや、私もショールームで、ショールームで、じゃあ今日は何々しましたみたいなコメントをしようじゃ、みんなで。配信終わったらするよ。本当にすごい、筋トレ報告筋トレ報告しよう。ある、キアトレしてます。それはどういうこと？キアトレ、本当にイトコントンって名前にしてくれてるこにゃにゃキーは明日から学校だから応援して、学校頑張れー。え、マジで学校、明日学校の人頑張ってね。緊張しないでね。ダラダラしてたダメ人間で、ごめんなさい。ダラダラしてるのも人間っぽくていいんだよって。うん、そういう日もあるよね。明日早起きしなきゃ、今から無理頑張って。私も明日割と早いかも。
待ってもう終わるんだって、配信終わっちゃうんだってやばい。あと5分ということなので男女読んでいきたいと思います。あってね、で今日は時間に余裕があるということなので20位から20位からパッパッパッと発表していきたいと思います。20謎の長老差し散る箱押し、19位俊太18位公平チューリップ、公平チューリップ、17位マイケルカーメロ、マイケルカーメロディスディスティーノかっこマイメロディ誰？待ってくしゃみ、はいごめんなさいごめんなさい本当にごめんなさいね。そして16位富岡ちぎゅ、15位あきひろ、14位もあちゃん、13位おもじケンタキータンタン、12位リバ、11位コトミン、10位ゆらゆら、9位シュンくん、8位チハちゃん、7位あて、7位イトゴントントン、6位ゆいちゃん5位クマのカホさん、3位4位マメかっこあっと仕事中、2位あ、すいません変わった、あ変わってなかった、危ない、3位あれ、あ3位萌えちゃん、2位モータン、1位レイさん、グググググー、何これ初めてなんだけどなんだこれ、グググブーだよん、ちゃ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 ん、コトミン B と B やってんな、可愛すぎる面白すぎる、今日初めて、え今日友達の娘でクロスマス着られました、えありがとう、赤さたなさんありがとう、初見ありがとうありがとう、配信ありがとうね、いつも楽しいよ、ありがとう、こちらこそありがとうだよ、本当にありがとう。58分ですね、あと2分、本当にちょっと待って、前髪がもう、まあ、最後だからいいや今日も配信お疲れさ、バレちゃった、わらありがとうみんな、お疲れ様お疲れ様、5日目もお疲れ様、そう5日目だよ、明日何時にやろうかな、配信ありがとうありがとう、じゃあね、うん、あばい、じゃあ終わりにしたいと思います、お風呂に入ってき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 ます何これ何のリズム、お風呂に入ってきますね、本当に明日も来れたらいいな、ぜひ来てね、じゃあバイバーイ、明日みんな頑張ってね、学校の人、就職の人、就職の人わかんない、とりあえずみんな頑張って、明日は頑張ろうね、頑張って頑張って、君ならできる、バイバーイ、頑張れ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 、バイバーイ、ラブ、バイバイ。